ねえ先生、今日のレッスン本当にこんなことやるの？意味あるのかな。ま、やってみるけど。じゃあ休憩ね。何？学校で授業を受けるのってなんか退屈になるんだよね。やっぱりうちで先生に教えてもらう方が私は好きかな。あ、結構休憩しちゃったね。この後どうしよっか。結構ハードだったよ。暑いし。タオル持ってくればよかったな。もう汗だくだよ。先生、それ取って。ありがとう。今年は暑いよね。今日は海風もないし。本当？じゃあおいで。もうちょっとお願い。ありがとう先生。気持ちよかったよ。先生も暑いでしょ。今度は私が仰いであげよっか。それじゃあ先生、今日はありがとうございました。